はい、おぼちゃんです。飛騨川にねやってきました。なんか砂多いな砂が多い多分向こうの方にね石が石があると思うんですけど、ちょっとね探索してみます。おお、なんだこりゃ。もう一瞬メノウかと思ったよ。ちょっと洗ってみようか。これ形が面白いかも。なんかすごいことになってんなここよいしょ。おお、なんとも言えんな。ちょっとまあ俺には普通か。リリース。お、なにこれ。おお、なんといういい模様。これちょっと言っときましょう。おいおい、暑いな勘弁してくれよ。ここはやっぱこういうチャート系結構ありますね。暑っ。うん、もうちょっと見てみようか。あっちあるね。お、白い抜きたい。リリース。おおおおお、なんか惜しいな。一瞬このなんかメノウかとも思ったけど、なりきれてないね。残念。悩むところだ。この赤にっつうか茶に緑が入った系、なんか時で見たような気もしなくもないけど、いや暑いちょっと雲が早く暑いわ。どこ行った？あれか。これ石英じゃねえか、これ。そうだな、キラキラしてんな。ちょっと、不純物多いか。でも結晶があるな、これ中に。ちょっと洗ってみようか。おっと。目立つな、これ。目立つな。あー、なんかシンプルでいいね。なんか飛騨川も結構いいな。まあこれなんか見えてますね、キラキラ。まあ空間は空いてないと思うけど、これ行ってきましょう。で、もう一個こいつは、わあ、いいね。立てたらいいか。行ってきますか。ね。お。おにぎり。ツートン。まあいいか。いや結構ここ物量多くてね。俺の体力が持たんかもしれんし。まあ、ここはね、また来ます。あれ、はるか向こうの方にもね、ずっとあるんで、ここ、車も止めれていいかもしれん。ああ、惜しい。またこいつも惜しいな。
あ、かげってきた。あ、涼しい。でもちょっとね、あのクラックが、クラックっていうか穴があって、これもまたちょっとね、結晶見えますね。なんとも言えん飴色だけど。まあ、行ってきますか、これも。なんか模様系。うわ、これも渋いな。なんかいっぱいあるな。かっこいい、これも。あ、ちょっと今回は置いておこう。うわ、すごい島が綺麗だな、これ。だけどちょっと重すぎるんであれだけどなんか衛星みたい、どっかの。ちょっといいか。なんだこれ、やけに黒いな。お、何これ、なんか巣が開いてんな。なんだこれ、セメント。いや、でも脈入ってんだ。わかんないからちょっと持っていこう。あ、工事現場があるね。裏はまあそうでもないけど。おお。あ、でもこれちょうど座りがいいね。でかいけどな、ちょっとな、悩むな。悪くない、ちょっとキープしとくか。いや、ちょっとね、暑い。ちょっとね、集中力が落ちてきました。ぼちぼち退散かな。あ、一本線。あ、綺麗に入ってますね。あ、いい太さ。あ、行ってきますか。いや、向こうからねこう来たんですけど、降りるとこもね何箇所かあって、アホみたいに物量があるわ、ここ。めっちゃある。まあ質はともかく、下手な鉄砲かどうじゃないけど、なんか当分飛騨川で遊べそうですね。はい、こちらが、飛騨川で拾ったやつですね。一本ライン、一本ラインこっちでしょうか。一本ラインね、これ石ですね。石というか、もうこれ中は水晶ですけど、久しぶりにいいもんあったね。これも若干怪しい小さいのがねありますけど、まあ、水晶ですね。あとはまあ黒助で模様ですね。模様系2種。はい、帰ってまあ洗ってみようかな。はい、洗ってみました。まあこの辺のね、ガラケーは、まあガラケーいいんだけど、なんかこう白いのあるね。何かついた。これあれか。ごめん。これはね、俺が剥がした湿布がちょっとついてる。気にしないで。ちょっとね、まああとこの黒いのも、よくわかりませんので、まあ今回はね、この例のキラキラ、ここをちょっとね見てみようかなと思います。じゃあちょっと見ていこうか。まずこの小さい方やね、こっちから見ていこうか。あ、わかりづれ。
わかりづら。ちょっと待てよ。こんな感じかな。まあまあこんな感じかな。でもう一個、これはもうね、はい、まあやるまでもなく、この辺が限界か。はい、こんな感じですね。うん、まあ目で見る分にはもうちょっと奥まであるかな。はい、しょ、こんな感じです。ありがとうございました。それではまた。